はいどうも J チャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。頑張ってねいきたいと思ってるんですが、動画がねなかなかね続けてあげれない理由をねちょっと僕なりに考えてみたんですけれど、やっぱりね自分なりですよ、自分なりのある程度のまあクオリティっていうかね、まあそれでクオリティあるのかって言われたらあれですけど、ある程度納得がいくものをやりたいなと思ってたんだけど、そんなことをしてるとねなかなか上げれないんだよね。だから雑談的なことでもいいかなと思って、最初はねその雑談聞いても面白くないだろうなと思ってたんですけど、いろいろYouTube なんか見ていると、まあ興味のある人が何言ってるんだろうなと思っていればなんか結構面白いのもあったので、まあそういったのもいいかなと思ったりしてね、バラエティに富んだね J チャンネルにしてみたいと思っているんですけれどね、まあそういった感じでね気分を変えて部屋を掃除していたら、買っていた本まだ読んでない本が出てきたんですよ。これまさかひとみさんの、ね、YouTube をビジネスに使う本、チラッと読んでみたんですけどね。まあね皆さんいいことばっかり言ってますけどね、この批判するわけじゃないんだけど、こんなにうまくいかないだろうなと思いますね僕はね。スターウォーズで言ったらね、この本はねエピソード4か5ぐらいですよ、4か5ぐらい、僕は実はねそのビジネスで YouTube を使うことはもう何年も前からやってたんですよね。だけど本当にまあ難しいですよ、壁に当たってばっかりです。例えばできる人はね、例えばパソコンができてカメラがいじれて動画編集がある程度できる人がやればできます、読んでプッとできますけど、全くねパソコンも始めてカメラも始めて動画も始めて喋ることも始めて編集も始めての人がねこういう本を読んだだけじゃ難しいですね。だからもう少しフォローがいりますよね。何十人か何百人かな分かんないけど、そのある程度ね初めての人でもできる人っているんですよ。僕はスキーとかねボード教えてるんですけど、何にもしなくても身体能力でその日のうちに滑れる人もいる。でも大体の人がやっぱりね教えてもらえないと滑れないんですよね。だからその個人差があるということですよね。だから個人差があってできる人はいいけどできない人、でも大体できない人を基準にやらなきゃいけないっていうその基本的なことがあるんでね、そういったのもあるんだけど、まあ動画は難しいなと。なぜ難しいかというと、まあ、この本はね例えばビジネスと商売と一緒かなと思うんだけど、どうかな、ビジネスと個人商店なんかは違うんですよ。僕たちは中小企業とか個人商店を回ってるんで、本当にね身に染みてるんです。まあ、例えばその20代30代でもじゃあパソコンが携帯はできるけどパソコンが苦手っていう人結構いるんですよね。でまあ40代50代でもまあ当然難しいと思っている方もいればバリバリやってる人もいるし、まあ個人差じゃないんでしょうかね。まあ個人商店とかの話に戻しますけどね、個人商店とかまあちっちゃいね、会社の人がまあ動画を取り入れた宣伝ができればいいなと思っている人はたくさんいるんですよね。だけどいざ自分で全部やろうと思ったら難しいです。本を読んだだけじゃ難しいという今実感がありますよね。何が難しいかというと、まずパソコンの編集が難しいですね。編集、まあ切って貼るだけでも本当にね初めての人ってのは本当難しいんですよ。でまずは喋りですよね。喋り、お客さんに喋るときはねまあプロだから流暢に喋ってるんですよね。だけどいざカメラがね構えられるとね、なかなかね素人さんは喋られないですよ。まあ僕なんかでもまあ1年2年やってるからなんとかね喋れるの、でもそれでもまだねカミカミですからね。だから普通の人はねなかなかその難しいですね。コツがないとね、コツが分かるっていうのがねやっぱり経験しないと分かんないんで、まっすぐにはね、どうにもならないっていう僕本当苦い経験があるんですよね。だから本当ね初めての人には、僕が撮って編集してアップロードまでするまでやってました。でそれをじゃあね、じゃあその本人さんがじゃあやってくれるかって言ったらね、なかなかやってくれないんですよね本当に。だからそこらがね個人差が本当にあります。やる気のある人でも挫折するし、やる気のない人でもポンとできる人がいるしね、そこらが本当ね今の壁に当たってるとこなんですよ。でそういった意味でこの本を読んでね、まあ悪いとは言わないですよ、悪いとは言わないけど、
まあそこまで全部が全部ね、そんなに読んでできたら苦労しないなという感じです。これは本当に批判ではなくて、あの実際の僕が経験なんですよ、経験。まあだってね、 YouTuber でねなってね、本当にねお金もらってちゃんとそれだけで仕事できる人って本当に一握りですよ。本当に他の人はね、趣味でやったりとかね、稼ぎたくても稼げない人が多いのだから、まあそれを考えれば普通のことだと思いますけどね。まあね、あんまり批判めいたことに取られるとまたね、変な書き込みとかあったら困るんで、やめときますけれど、